チョコちゃん。はい、どうもおはようございます。中国2日目です。今日はですね、これからちょっと調べたらですね、近くに動物園があるということで、だいぶ広い動物園と聞いておりますが、ちょっとそちらに向かってみようと思います。ハンシーチャンロンっていう駅に来たんですけど、ホテルを出てね20分ぐらい経ったんですが、動物園の位置は分かるんですけどね、どうもねこの長いねこの道路が渡れない。ずっと方向的にはあっちなんですけど、でタクシーとかそういうのちょっと怖いなと思ってて、で歩いていくと 1.7キロ、まあ、1.7 キロとかって別にねそんなに遠くはないから行けるけど、ここが渡れないし、渡ってる人を見たことがない。なので怪しげなねバイクの、タクシーのおっちゃんのやつに乗ってみようかなと思ってます。 1.7 キロだから大してねぼったくられてもそこまで高くないと思うんですけど、まあそんな感じですね。行ってみようかな、行ってみましょう。イエス。はい、わかんないっぽい。この人の音、ここ見て、これ、はい、这里啊、野生動物世界那南门市ダメだって。ダメみたい。なんでだろうね、反対側だからかな。ダメか。この辺のことだから大丈夫かと思ったんだけどな。ダメか。そしたらやっぱり歩いていくのが一番いいのかな。わかった、歩くか。じゃあわかったよ。どうやらねダメみたいでした。あれ、歩道だけど行ってるけど、いやもうこっから 1.7 キロってのが分かってるんですけど、なんかねどうやらまあ反対側だからなのかね、ダメ、行けない行けないって言われちゃいました。絶対場所とか分かってるはずなんですけど、なんか見せてもなんか分かってもらえなくて、しょうがない、もう歩いていくしかないですね。一番安全っていうか、分かりやすいですからね。でそこですよ動物園、これ。あ、猿の看板みたいのがあるんですけど、行きたいとこは分かってるんで、まあ、行くしかないですね。いやね、何を躊躇してるかっていうと、昨日さ俺ハートフルな体験したじゃないですか。中華料理屋のおじさんが優しくしてくれてとかさ、その気持ちのまま帰りたいわけよ。だからそういうなんかぼったくられたとか、タクシーの親父に騙されたとか、そういうことを言いたくもないし、そういう思いをしたくない。だからちょっと躊躇してるんですよね。いやでも多分本当にもう近すぎんのかな。あ、ラッキー、いっぱい自転車あるからこれで行こう。ここも駅なんだね。同じ駅の出口が違うだけか。どうしようかな、もう一回聞いてみる。それともそれもあれだよね、これただ、こらこら、違う違う、歩いていくのが一番無難だよね。行ってみよう。私今からこの道路を渡ります。渡るしかないです。でタクシーで降りてってずっとあっちまでってさ、こう迂回してさ行くわけでしょ。でまあ数は多くなかれど、渡ってる人もいたんで行けないことはないかなと思います。ちょっと危ないけどね、危なすぎるけどね。
こんなことビデオにしてないで早く動物園行けよって感じなんだけどさ。しかも高速の多分折り口だからさ、すげえ危ないんだよ。いやもう行こう行こう行くしかない。中国語でもここ渡るなって書いてあるからね。しょうがねえ、俺って好きでこうしてんじゃねえんだ。まあがっつり保険は入ってますから大丈夫です。よし行くぞ、引かれませんように。ほら行けないってなってる、ダメだって。でもあと2個超えたら着くからね。やばい、これ服切れるパターンだ。よっしゃ行けた行けた。いや白バイ通ったけど何も言われなかったよ。あそこいたけど、やっぱり車線が違うともう世界が変わりますね。身軽の方がいいわ旅は。やっぱり着いた、ほんと目の前、歩いていけるだね。やっぱ、はあ、よかった、何の損もしないで済んだ。もう中国は右車線だからね。そう、ちなみに車の運転は18から大丈夫らしいけど、あれみたい、何タバコとかお酒の年齢制限はないみたいですよ。あれ着いた、多分年パスとかかなあれは。さて入りますか。いや着いた着いた。やっぱ知らない国でね、やっぱ日本で暮らしてさ、治安とかも悪いとかいう環境じゃなかったから、違うところに来るとちょっと緊張するよ。一個一個の動作が、セミだ、日本のセミと声が違う。よしここですよ。マジで速攻着きましたね。入っていきましょう。はい、今ですね歩いてだいぶ来ました。やっぱ広いから入り口までがはちゃめちゃ遠いですね。でね、今ちょうどね僕ね分岐点に立ってるんですけど、ちょうどですねこのなんていうのサファリパークみたいな動物園なんですけど、どうやらねプールも隣接してるらしくて、だからカップルとかがねダブルデートみたいな感じで来てたりとかしてるんですけど、これどうですか皆さん的には、どっちが行きたいですか。これ選択制です。こっちが動物園、こっちがプールです。中国人美女の水着が見たい方はこちらへ、動物が見たいぞとパンダ見せろという方はこちら。今回はねマジでプールとか全然いいんですけど、俺水着持ってきてないけどまあいいかなとかそれは思ったんですけど、セキュリティ的な部分でまずカメラダメとか言われたらもう行く意味ないっていうか、意味ないくはないけど、あと財布的なこととか全部ロッカーに預けると思うんですよ多分ね。そしたら財布とかも全部俺そういうの持ってきてないしってなると、どうしようかなって感じですね。人が増えてきましたね。ちょうどお昼の12時なんですけど、どうしよう。いやちょっと動物園、まあちょっと動物園かな。うん、中国人美女のね水着も撮りたいんだけど、撮れないってなったらめんどくさいのはプールの方なんで、動物撮っちゃダメっていうとこないじゃないですか。しかしね、でも暑い、気温が31度かな。あ、もう早く動物園行きたいっていう方はどんどんあれしちゃってくださいね、早送りしちゃってくださいね。ウィス、やっとね並んでチケットを買ってきました。まあね、僕のことよく知ってる人とか僕の動画をちゃんと見てる人だったら僕がどっちを選んだかもう分かってると思います。僕が選んだのは
ちです。動物園でした。残念だったな。俺がプールに行くと思ったやつ、中国人美女が見たかったか。甘い甘い。俺はそんなね、単純なとこじゃないんだよ。裏の裏の裏の裏を書いてね、20分25分ぐらい悩んで動物園にしたんだよ。でこの動物園の有名なのはなんかやっぱパンダらしいですね。パンダがたくさんいる、三つ子のパンダが生まれた世界で初めて場所らしいです。あとなんかホワイトタイガーが、僕あの埼玉の東武動物公園に行った時には2頭いたんですけど、なんかここはねなんかめちゃくちゃとにかく数が多いらしいので、いや来ましたよ中国まで、はるばる。そして動物園、日本人が一人もいないですねマジで。そこにフラミンゴがめっちゃいる。フラミンゴってとんでもなく警戒心が強いって、この間行ってきるかなんかやってましたね。たくさんいるな。こう取った方がいいのか。あの色の濃いのと薄いのは何が違うんだろう。オスとメスかな。だとしたらオスがこの濃い方だったらハーレムだな。あ、なんかあそこのやつはなんかもう鶏肉として売り出せそうな。この毛の色はオスとかメスじゃなくて、いっぱい食べてるかあんまり食べてないかで違うらしいです。でこの灰色はまだ生まれたばっかり。へー、全然俺の思ったのと違った。はい、次はですねジャングルディスカバリーというコーナーに行ってみたいと思います。何がいるかな。これが中国の